こんにちは、ひかりです。はい、今日は私が最近ダイエットに関して、思ってることを皆さんにシェアしたいと思います。ズバリタイトルにもある通り、ダイエットって結局長期戦だよねっていう話をしていきたいと思います。今日と限らず最近思っていることなんですけど、私ってなんか本当にずっとダイエットしてるんですよ。そう、ずっと食事も気を使ってるし、運動も習慣化してるんですけど、でもそれって、健康のためでもあるし、心の状態を良くするためでもあるしっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり美しい体型でいたいっていうのがすごく大きな理由として、ダイエットをしてるわけですね。本当になんか終わりがないなって思っていて、私の今までのダイエットって結構短期戦で頑張ってきて、例えば1ヶ月以内にマイナス5キロするとか、2週間以内にマイナス3キロするとか、もうすごく短いスパンで何キロ痩せたいっていうのをずっと繰り返していて、でその2週間なり1ヶ月なりの目標は結構クリアするんですよ、いつも。そう、でもその短期間の減量ダイエットっていうのはやっぱり体脂肪が燃えてるわけじゃなくて、水分とか老廃物とかむくみとか、そういう余計な体に入っているものがデトックスしてるっていうのが、ほぼほぼ8割9割だと思うんで、それは自分でも分かってるんで、もうすぐに落とした体重数字っていうのは気を緩めた瞬間に普通にポンって戻るんですよ。戻るんだったらまだいいんですけど、なんかなんなら前の体重よりプラス 1,2 キロいってるんじゃないっていうぐらいポンってすぐいっちゃって、それを最近なんか私のこの考え方一回考えて改めていかなきゃな2024っていう風に思ったので、皆さんにシェアしようっていう風に思いました。この短期間ダイエットの何が問題かっていうと、さっきも言ったんですけど、これってそもそも体脂肪が燃えてるわけじゃなくて、余計な水分とかが抜けただけ、ちょっとは脂肪燃えてるかもしれないけど、一時的にむくみが排出されている状態なんだなっていうふうに思ったんですね。やっぱりもうタイトルはもうこれ、ダイエットって結局長期戦なんですよね。本当にもうこの2024年間1年間かけて体脂肪を燃やして筋肉量を上げて、いかに太りづらい体ボディメイクをしていくかっていうことがやっぱり心持ちとしてすごく大事なことだなっていうふうに最近思ってます。はい、なんだろう、痩せたいっていう言葉だけが独り歩きして、なんか本来の目的っていうしっかり自分であんまり理解できてないような気がして、ただただ今日のご飯は少なくしておこうとか、今日は歩いておこうとか、もちろんそれ実践できる日できない日あると思うんですけど、なんかその本当の理由を考えることなく、なんかこれしようあれしようっていうのが重なっていて、結局そんな1年2年経って理想の体になってないっていうのが現実だったんで、だから2024年はちゃんと理想のゴールもイメージして、じゃあなんで食事をクリーンなものにするのか、なんで運動を習慣化した方がいいのかっていうのを一つ一つ答え合わせしながらやっていきたいなっていう思っている所存です。はい、なんかね、私もトレとか自分磨きをされている方の YouTuber をよく見るんですけど、好きな女性の一人でみやこさんっていう方がいらっしゃるんですけど、見られてる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、みやこさんはもともとボディメイクすごいされていて、週6週7ぐらいですごい筋トレボディメイクされていたんですけど、今は週2ぐらいでそんなにトレーニング頻度上げてないらしいんですね。だけどやっぱり
その今までの体作りの基盤があるから、週2とかでトレーニング頻度を下げても太りづらい体になっているっていうのを、あの動画でもおっしゃっていて、だから本当にこの短期ダイエットの人たちが目指すべき先って本当にそこにあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、その場限り痩せるんじゃなくて、長い目で見て太りづらい体、食べても消費できる体っていうのを目指していきたいなっていうふうに思っています。なんか思いが熱すぎてさ、あの顔面がすごいドアップになってたんだけど、ちょっと気をつけますね。こんな感じかな。はい。でもなんか2022年ぐらいから運動を習慣化してヘルシーな生活とかを心がけてきたんですけど、このタイミングで短期集中型じゃなくて長い目で見た体作りをやっていくんだっていう風に気持ちが切り替えられたのってすごく大きいことだなって思っているので、焦らず結果を急がずコツコツと体作り頑張っていこうと思います。みんなも一緒に頑張ろう。子供ね、ハードルを上げすぎずにコンスタントに皆さんとシェアできるように投稿していくつもりなので、動画の方もよかったら見てください。はい、よかったらチャンネル登録とコメントといいねボタンお願いします。それではまた次の動画で、またねー。